第27回を迎えた北広島ふれあい雪まつり。オープニングの花火が鮮やかに冬の夜空を彩りました。2月3日日曜日には朝からたくさんの親子連れでにぎわいました。雪祭りのオープニングセレモニーを並びに北広チャレンジピックの開会式を開催したいと、住民票授与をこれから行いたいと思います。晴れて北広市民となった北広マイピーです。市長から住民票をいただきました。はい、大きな拍手をもう一度。恒例の餅まきは寒さにも負けず北広魂全開です。なんといっても人気はこの雪の滑り台。長蛇の列ができました。わずか数秒ですが、おー、スリル満点、たまりません。今日楽しかった？うん、楽しかった。上からすごい急だったけど怖くなかった？うん、大丈夫？何楽しみにしてきた？あとなんだっけ、ソリを引っ張るやつ。ソリを引っ張るの？うん、あ、バイクみたいなやつ。スノーモービルも登場です。雪の上を滑るように走るこの乗り物にみんな大満足。どうだった？楽しかった？楽しかったです。他は大丈夫かな？ね、向こうの方ではカーブもあったけど怖くなかった？怖くなかった。寒さを吹き飛ばす北広チャレンジピック。ゴール直前でシアンがもう一回立て直して冬を大いに楽しむ雪国ならではの工夫を凝らした競技が行われました。ザ・ガタイ村ではホットなドリンクや食べ物に舌包み、冷えた体がほっと温まりました。さ、みんな表でいろんなことしてきたけれども、どう？ラーメンのお味はいかがですか？おいしいよ。北海道の冬で、できるだけ子どもさんにですね、たくさん遊んでいただけるように、27回、28回、これからですね、どんどん続けさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。そう、こんな楽しいお祭りです。来年はもっともっと多くの市民に来て楽しんでほしいですね。北広島ふれあい雪まつり、まずは晴天の中大盛況ということで、じゃんじゃん。